幼想のより子秋人新納日より子大正3年6月26日は日本の皇族。正末宮秋人新納の日。旧久留米藩主、有馬伊美奈の長女。署名は牧。明治2年に結婚して、秋人新納日となる。秋人新納との間に子供はなかった。明治36年に夫に先立たれ、大正3年に心臓麻痺のため62歳で死去した。 明治19年に秋人親王と共にヨーロッパに外遊した際、金に留めをつけずに当地のブランド物を買いやさり、明治天皇に激怒されたという話が明治天皇記に記載されている。これらの形で彼女が着用、収集した装束や洋服の多くは、その死後、夫の縁により人なじに奉納され、現在は京都国立博物館で不定期に公開されている。 服部とり辞典が、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧12ページ、漢方第戦6 0 5号、除任及び事例明治21年11月2日、漢方第百9 2 8号、宮廷六時、違法第日本帝国憲法発布記念書を送付、明治22年11月30日、漢方第968号、除任及び、 事例1886年9月20日、官報第1784号、除人及び事例明治22年6月12日、ありがとうございます。